はい、まあちょっと1日過ぎてしまったんですが、 SS 妖怪出現率2倍って出てますね。チケットや秘伝の書ももらえるってやつですね。13日まで。11日。はい、じゃあ妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今のところは88回かで、リンネはゲットして、あと水内ですね。でなので、ちょっとガシャをやりたい、さっきのガシャをやりたいのと、あとイベントクエストでニャンボコインゲットしたんで、ニャンボを回していきたいと思います。はい、ガシャね。一応10連やろうかな。このね、自分ちょっとラストブ仕様と魔人バンバラヤと犬丸を持ってないですし、覚醒日の使用持ってないので、まあちょっとこの SS 持ってないので回したいと思います。まあ本当は犬丸が一番欲しいんだけどね。パスの妖怪持ってるかな。いくぜ。この SS 全部100冊もあるな。 OK、 とりあえず金は、あ、すごいね、 1,2,3,4 5個もある。ちょっとね、本当はダンドリーとかが一番欲しいんだけど、まあラストブ仕様は特に欲しいよね。あのボーナス玉振ってくるのがいい。さあ行きましょう。じゃあ右からポン。OK。犬マロがいい。横取りまだだから。あ、バンボレ。やったね。ただまあ不気味な攻撃力は揃ってるっちゃ揃ってるっちゃ揃ってるんだけど。まあありがたい。ああ、このガシャやった甲斐があった。ポン。ああ、素晴らしいガシャだね、これ。ドン。ああ、そうだよね。このガシャ結構、段取り1回出るんだよね。綺麗ね。素晴らしいね、この。金率高いブリゲンスイ。あー、ヤギオラスト。うわー、モクブシニャン、それ来るのって感じだね。いやー、なんかすげー回してーな、これ。0.6% だよ。うわー、犬丸来なかったか。ラストチャンスで犬丸がアップするのかな、わからない。はい、まあこんな感じでした。結構ね、かなりいいんじゃないですかね、このガシャね。はい、ちょっと別アカでもう一回やってみようかな。はい、じゃあちょっとサブアカでもやってみましょう。10連金。あー、今度は2個か。でもね、さっきみたいに、おー、スコップ。さっきみたいにね、SS と SSS が10連で来るって感じで、なかなかないんだけどね。保留。まあこれサブアカだからね、ちょっと紛らわしいけど、保留が出やすい。保留が出やすい。
어, 반발해야. 저 번호 4번 아까 반발해 못 했네. 아, 뉴랜드 SS 카페잖아, 이거 많아, 그래. 이네. 콧! 오, 나도 스팟도가. 단돌이 系가네, 全部 揃って なかったから. 이거는 좀 많이라시가. 퐁. 어, 파스다. っていう感じで. 뭐, 파스도 SS다から, SS率 10連 100% はい、じゃあもう一個のサブアカ持ちってやっちゃいましょう。 10連 もうね、あの 8000Y ポイントあったからね。 来た。 うわ、2個か。 ガマンモス、 ウスババ。 いや、これね、 あと最後ラストチャンスだよね。ガシャ、犬マロが出ないと横取りができないんだよね。お、交流違った、モテヌス、よいしょ。はい、じゃあ金いきましょうか。 ポン、ウォーキングデッド来るよ。ドン、うわ、ラストブショー出た。まあ3アカウントやりましたけど SS率 100% ですね。メインアカで欲しかったな、ラストブショー。いやー、これは これはいいガシャですね。はい、ちょっとおすすめ、揃ってない人はおすすめですね。はい、じゃあニャンボ行きましょうか。じゃあニャンボ行きますか。無料版ゲット。さあ、なんかね、何気にニャンボコインが 連続イベントで来てるんだけど、これかなりすごいコインだよね。あ、ウィスパーか。ドン。おお、青龍シャドウ。もう今回は SS 祭りだな。映画懐かしいな。いいじゃないですか。 感じですかね。あとリンネについてなんですけど、業界というか、おう、レベル10でいくらかかる。レベル10で2000Yまでもかかるのか。30は6800か。レベル40は1万3500。あんぱねえな。 はい、じゃあレベル50は 2000? ん? 必要な Y ポイント? 何これ? へえ、嘘でしょ。ガラクシー。はい、まあ見たようにリンネのレベルアップエグいですよね。 Yポイントで稼ぐなんてすごいよね。Yポイントレベル上げてYポイントかかるのすごいですね。はい、じゃあ今回はSS確率アップガシャとニャンボコインガシャについてやっていきました。で、おそらく今後は、まあこれ9月13日までなんで、最後ラストチャンス来るのかなと思ってます。 で、10連10連10連の、まあ30連やりましたけど、 SS ね、 8% になってるんで、まあ10連でやれば 必ず SS が出ましたね。 なんで、あ、これミッションでもらえるのかな。
なのでまあちょっと SS あんま持ってない人はですね、一応10連で SS 必ず1体は出たのでね、まあ極武士にはもう出たかな。だからまあまあラストチャンスがねどうなるかわからないんで、ラストチャンスは多分ね SSS アップだと思うんですよね。だからまあ SS 欲しい人は今やった方がいいのかなと思いますね。はい、覚醒日の神欲しかったな。ビンマロがないとちょっとねラストの見つちができないんで、ちょっとってとこですかね。はい、じゃあ今回はどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。まあ、次回はラストチャンスかな。ちょっと極評会レベル上げて最後ね60いきたいと思います。はい、ごめんなさい。